前半戦終えまして13対13という非常に面白い試合になりました。このフラッグフット九州ボールゲーム、松井豊島もフラッグ特有の鮮やかなテクニックを披露し、そしてこれに対しオール九州、その洗練されたプレーを見せつけまして、現在非常に拮抗した一戦になっております。結果的に優位双方ともに拮抗したままこれより後半戦に入ります。後半は松井豊島の攻撃から入ります。相手の気をつけように約5ヤードフォローゲインとしています。さあ5ヤード前進してセカンドダウンに入ります。パス成功、今度は縦に切れ張りました。11番にパス、フラッグは取れましたが、しかし約6ヤードフォローゲインとなっています。さあ攻撃権更新、必要距離約8ヤードといった状況でしょう。バスいたします。3ダウンの状況になります。ナイスプラー。ここでクォーターラックはワンパスを投じようと構えましたが、組織を見計らってオール九州30番見事にフラグを取りまして、このパスプレーを阻止しています。さあこれにより非常に厳しい状況のフォースランに入りました。マッスイトシマ攻撃権更新になるでしょうか。必要距離は約13ヤードあります。これは1体がフォースランラストの攻撃。さあ一旦外に振る、さあ再び返して、もう一度外へ振った。一気にエンドゾーンではないというロングパス、これを見事に23番にキャッチして立ち合う選手です。マッシュ豊島、この素晴らしいロングパスによりまして6点獲得となっています。さあそしてトイフォーポイントに入る。セイカーでトライのポイントを狙います。これは成功。こちらは1点を許しません。オール九州が素晴らしいパスカバーでこのトライフォーポイントを阻止しまして得点止まりとなっています。さあこの攻防も面白い状況になります。今度はオール九州の攻撃に変わります。まず後半の先取点を奪われましたが、オール九州取り返せるでしょうか。攻撃に入ります。オール九州ファースター、クォーターバックは場内選手ファースター。さあこれはどうか。パス成功。パス
成功、ナイスキャッチ。クォーターバックにはパス、やや失速気味でしたが、これを1番見事にすくい上げるようにキャッチしまして、攻撃権を継続できるキャッチにしています。オルケス、セカンダーの攻撃に入ります。このパスは成功。4番には奥に走り込んだ14番にロングパスを通りましたが、わずかにこのパスコントロールを乱れましてパス不成功となっています。オルキュシュ、サウナに変えます。さあ、マッスル糸島どうやら攻撃の更新を阻止するためにハーフラインに揃いました。ヒットアセット、ターンオーバー。ここで攻撃の更新を図るパスを通じたオルティオシュ、しかしそれをマッスル糸島インターセットしまして攻守交代です。ターンオーバー。さあ、攻撃を奪い返す形になりまして、マッスル糸島の攻撃になります。ボールオンはハーフエフ金の非常にいい位置からの攻撃に結果をなりました。さあ、フォーメーションを展開しまして、マッスル糸島ファーストの攻撃。ここで一気に6発を飛びました。エンドゾーンを狙うという果敢なプレーを展開しました。文字通り相手の動揺を狙わんとするその一瞬のロングパスでしたが、しかしこれは成功となっています。さあ、まずいきなりの大技を見せたそのセカンドダウンにどのようなプレーを持ってくるでしょう。マッスル糸島セカンドダウンに入ります。スーパー女子高生です。そうなんです。さあ、マッスル糸島からの攻撃、今から何か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 自分でいくか。ナイス、ナイスラン。これはフラッグフット特有のスペシャルなテクニックを披露しました。ロングパスを投じんとする中、スクランブルに転じまして、ここでフラッグを取られるという状況でしたが、見事なスライディングスティール、スライディングのランを見せました。膝を使わなければ結構です。この高低差を使った動きはまさにフラッグフット特有のプレー。これにより攻撃権更新になりまして、フラッグフット攻撃継続。さあ、外へ振っていく。再び走った。これはしかしマッスー接戦者オール九州1番見事に対応しましてフラグを取り、このプレーを阻止しています。とはいえエンドゾーン4ヤード1番に攻め上りました。マッスー糸島セカンドダウンの攻撃に入ります。チャンスになっております。これは汗がきでもタッチダウン取りたいマッスー糸島、しかし逆転するには絶対に取らせたくないオール九州。パスを成功、しかしここはギリギリ阻止しました。オール九州ゴール前1ヤードの状況でとどめてあります。しかし残り1ヤードの状況でマッスル糸島サードラウンド攻撃に入ります。さあ、残り1です。気持ちの戦い、タッチャー前半に戻りました。超ここでこれもフラッグ特有の下からのアンダースローパス、これをスナップをしました選手にすかせず投げまして、見事この1ヤード獲得しましてタッチダウン成功となっています。少し点差がついてしまいました。これによりましてマッスル糸島ここ26対25点となっています。大きな違いです。どうなるか、あれパス成功、1点追加。ここでトライフォーポイントを見事決めまして、マッスル糸島26点となりました。一気にここで差を広げる形になりました。さあ、26対13。さあ、厳しい状況になってまいりました。オール九州なんとかここで反撃になるタッチダウンを上げたい。オール九州の攻撃ファースター、ここではこのシリーズでぜひタッチダウンを取りたいオール九州。パス成功、まずは確実に8番にパスを通し約5ヤードのゲイン。
ファーストを取ったのはオール九州8番藤崎選手。オール九州セカンダーの攻撃、攻撃権更新、残り距離は14ヤード。ここまでバス糸島はフラッグ特有のテクニックを披露しまして、オール九州を圧倒する状況を作っています。さあパスは通りました。しかしこれをバス糸島が鮮やかにディフェンスしまして、このゲインを約4ヤードに留めております。オール九州サードの状況に変わります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。サードアンド残り10ヤード、パスはハーフラインを越えたいところが、時間的にいっても一発でタッチダウンを受けるのか。さあプレッシャークリア、回避打った。さあロングを打った。しかしこのパスは成功、一気にタッチダウンを狙わんというパスでしたが、しかしレシーバーとのコミュニケーションも合わず、パス成功になっています。さあこれによりオール九州はフォースダウンに変わります。ここは是が非でもサークラインを取る重要な攻防になります。さあ綿密に作戦を練っております。ハドルを解きます。さあどのようなプレーが来るか。マッスル糸島は攻撃権更新を防ぐためのディフェンスを張っています。さあ注目のコアスタン、オレキッシュプレッシャーできる。さあパスはどうか、判定はどうか。パスでこう攻撃権更新です。ハーフだ。ここでプレッシャーをかいくぐりました。ワイドレシーバー19番にパス、19番これを見事サイドラインギリギリでキャッチしまして、攻撃権更新です。ここはアメリカンフットボールで鍛えられた素晴らしいプレーを披露しまして、オール九州は攻撃権更新になりました。さあ相手陣に入りましたところで、オール九州ファーストダウンの攻撃。さあ攻撃されましてファーストダウン、短いパスを通しまして約5ヤードほどゲインとしています。確実に前進を図りましてのセカンダーに入ります。エンドゾーンまで残り15ヤード、エンドゾーンを目指します。オール九州、次はオール九州としては追いつくにはどうしてもこのシーズン得点が伸びたいところです。岡田選手のパスなのか、それでも岡田選手のパスか、ボックスだ、インターセプト、ここでエンドゾーンになりました。しかしそれを待っていたかのように、ここでマッスル糸島がそのパスをインターセプト、攻守交代となりました。攻撃権変わりまして、マッスル糸島に変わります。エンドゾーンでインターセプトしたことで攻守交代になります。なかなか今のはオール九州大きく出たのですが、痛かったです。さあこれにより攻撃権取り返したマッスル糸島の攻撃、ファースターに入ります。まず確実なアンダーハンドパスによって前進を図ります。24番にキャッチアンドラを図りまして、約4ヤードのゲインとしています。点差的にも時間差的にもまっすぐとします。セカンダウン残り15ヤードの状況、少し余裕があるようか、時間を多少使っても待ちきれるような状況です。さあロンパスをターン、まくってる、さらに行く、見事なランタッチ。ここで時間を使うかのような短いパスを当時に見せかけまして、その裏をつきましてロングパス、これを86番見事にキャッチし、相手ディフェンスを振り切ってそのままエンドゾーンに駆け込んでタッチダウンを追加しました。見せてくれました。これによりましてマッスル糸島さらにリードを広げ32点としています。さあトライフォーポイントに入ります。これはナイスディフェンス、クォーターバックプレッシャーを受けながらなんとかパスを投じましたが、しかしそのパスはコントロール乱れまして、パス不成功によりこれで攻守交代となります。しかし大きくリードを広げましたマッスル糸島、現在得点32点としています。
さあ32対13。さあオール九州は何としてもこのシリーズ得点としたい。その1回目の攻撃に入ります。さあオール九州逆転するには8打を3つが必要です。パスが通ったね。ベイケーパスだ。ここで一戦ロングパスを通りました。素晴らしいロングパス。これらしいは見事に相手ディフェンスを振り切りまして、そのまま2番エンドゾーン駆け込んで1プレーでタッチャー。場内選手クォーターバックでもワイドレシーバー場内ここで素晴らしい個人技を披露し、この状況に一つくさびを打つタッチダウンとなりました。さあトライフォーポイントに入ります。時間的にもこの1点は落としたくない。どういうプレーで来るか。パスプレーが決まりました。このパスはしかしオーバースローパス不成功となりました。なんとかしかし反撃となる立ち合いを上げる形になりまして、その得点差わずかながら詰め寄った形になっています。その意味でもこの返す刀になるマスト糸島の攻撃をなんとか封じたいというところでしょう。さあ試合はマスト糸島の攻撃に変わります。オール九州は積極的にボールを狙いに行きます。そんな時間帯、さあマスト糸島マスカッチュー。素晴らしいここでギリギリのところワイドレシーバー24番にパスを通し、24番はそこからキャッチアンドランし約7ヤードから8ヤードのゲインとしています。さすが。さあまずワンプレー目を決めましてセカンドダウンに入ります。まっすぐ糸島オール九州としては何としてもこのボールを奪いたい。そして高進度で10ヤードまっすぐ糸島。さあ確実に行きました。手前側にいました。手前側に走り込んだ16番15番にアンダーハンドパスを通し約3ヤードのゲインとしています。ここはまず確実に詰め寄った格好を取りました。マッスルとしますサーダンの状況、攻撃権更新必要距離は約7ヤード。さあ再びアンダーハンドパス。さあしかしこれはオール九州も踏ん張りました。残り2ヤードほど残してフォースダウンの状況に変わります。さあこの2ヤードの攻防非常に重要になります。マッスル糸島はここでどのようなプレーを持ってくるか。オール九州とどめることに成功するか。うまく時間を使っております。フォースダウン残り1ヤード。さあなりますこれで勝ちました。これが決まりまして攻撃権更新になりました。ここは確実に攻撃権更新しましてマッスル糸島攻撃権を1回目の攻撃ファーストダウンに変えます。ボールを奪わない限りはなかなか逆転が厳しいか。オール九州マッスル糸島相手陣に入りましてのファーストダウン。さあ残り3分ファーストダウン。素晴らしいランです。ここで前パスに仕掛けスコグラ後ろに走り込んだレシーバーにトスをして左右奥へ展開。24番フラッグ取られるかというところをスライディングランしまして、このフラッグをこれを阻止し見事なゲインをしまして相手陣に入りました。さあセカンドダウン継続です。さあマッスル糸島セカンダー外へ振ります。これも素晴らしいテクニックを披露します。24番フラッグ取られそうな状況になりますが、それを見事なテクニックで取られる相手のディフェンスの猛追をかわしましてゲインに変えました。サーダウンに変えます。さあ残り2分を切ります。マッスル糸島サーダウン。このパ
スを取ります。15番ディフェンスの裏を突くように中央を切り込みましてパスを取って前進図りましてフォースダウンにしかし変わります。エンドゾーンには届いていない模様です。従いましてフォースダウンに変わります。まっすぐとしてはフォースダウンの状況。さあエンドゾーンまで残り2ヤードの状況です。ボール吸収止めることができるか。中へ固めた。チラナウス形でレシーバー3回しまして、プレッシャーある中クォーターバックとそれを耐え抜いて左奥にいましたレシーバーにパスを投じまして見事タッチダウンとしまして6点追加となりました。さあドライフォーポイント、マッスイ豊島ドライフォーポイント。このパスはしかし阻止されましてパス成功となっています。残り1分14秒となりましたがオール九州の攻撃に変わります。得点差は非常に厳しいですがなんとか状況を打開図らんというワンプレーに期待したいところです。さあオール九州、もしかしたら最後の攻撃になるかもしれません。残り1分14秒、ファーストダウンのリーダーです。パス不成功。さあまず中央に切れ込んだレシーバーにパスを投じましたがこれはディフェンスのカバーよくパス不成功となっています。オール九州セカンダーに変わります。20番キャッチハンドランを図りまして約8ヤードのゲインとしています。しかしサーダウンに変わります。時計は回り続けております。ボール吸収サーダウンの状況、それともボール吸収が逆転を見せるのか。30番ヒロミ選手から上げたぞ、お決めろ、20番にパス、20番ディフェンス吹き切りノーマークになりましてこのままエンドゾーンに走り込んでタッチダウン。素晴らしいタッチダウン、ロングパスにしてくれました。見事ここでタッチダウンを上げまして6点を返しております。オール九州試合時間残り34秒、さあフォースダウンに、さあここでトライフォーポイントに入ります。オール九州まずここはキャプテンしたいところですが決まりますでしょうか。さあトライフォーポイント、なんで来るのか。30番ヒロミ選手クォーターバック投げました、パス成功です。残念ながらこのパス決まらず6点止まりとなって攻守交代と変わります。パスインコンプリートとなります。あ残り30秒、パスで糸島からの攻撃、ここはオール九州としてはボールを狙いインターセプトをし攻撃につなげるしか逆転はありません。さあマッスルとしてはファーストアンド攻撃、まず確実にパスを通しました。56番石井選手から24番有田選手、外へ出ましたので時計は一旦止まります。試合時間残り28秒となっています。さあセカンダーマッスルとします。セカンダー交渉させて浦選手から投げるのか、
このパスは不成功。一旦外へ振りまして、そこからロングパスを投じましたが、しかしパスは不成功となりサードダウンに変わります。さあサードダウンです。試合時間残り22秒、38対25でまっすぐ糸島が13点差でまっすぐ糸島サードダウン。ここでもロングパスを投じんと一旦外へ振ってのパスを投じましたが、しかしこのパス不成功でフォースダウンに変わります。残り試合時間残り15秒です。さあ残り15秒でまっすぐ糸島フォースダウンの状況。最後はどういった攻撃で来るのか。健康心図らんというところでしたが、しかしこれはギリギリ阻止されまして、残り6秒で攻守交代となります。さあ試合時間残り6秒です。さあディスもラストプレーとなりましょうか。まっすぐ糸島としては立ちダウンを阻止するべく大きく後ろに構えております。さあ残り6秒でのオール球種のファースト。ここで素晴らしいプレーで最後が締まりました。クォーターバック2番が身構え投げるとするところをマッスルとします。素晴らしい対応でフラッグを取りまして、このプレーを阻止しまして、ここで試合終了となりました。素晴らしいスピードで決勝フラッグを取りました。マッスルとしては19番古川選手、この結果試合終了となりまして、マッスル福島38点オール九州25点でマッスル福島の勝利となりました。両チームに大きな拍手をお願いします。素晴らしい攻防の一戦となりました。かたやアメリカンフットボールのトップ層で活躍しております、その疲労、素晴らしい身体を見せる素晴らしいプレーを披露し、かたやフラッグフットで磨かれましたその鮮やかなテクニックを披露することによって振り広げられましたこの一戦。九州ボールは最終的には九州フラッグフットの優位でありましたマッス糸島の勝利という形でこの試合は幕を閉じる形になりました。双方ともの競技のそれぞれの特性が見事に色々鮮やかに展開された一戦だったと思います。九州50周年のプロジェクトにアメリカンフットボールを祝うにふさわしい一戦となりました。ナイスゲームでした。